はい、皆さんこんにちは、ピカです。三国志14やっていくよ。よし、やっていこう。関羽、関羽4000か。関羽と誰か、張飛がいるんか。うわー、こりゃ落ちるな。なるほどね。ここはやっぱり円を攻めるのが良さそうじゃ。これ山賊か、強制兵隊。どうするかな。まあ総陣にしといて。総陣で、ここ天衣まだいるよね。移動。さあ、ここで、まあ、担当してないやつね、持っていこうぜ。還元、ここ、あれ、あかん。さあ、上皇。まあ、上皇持っていこう。天衣、ここにいるね。向かおう。よし、こんな感じでよろしかろう。で、金はねえんだよな。8000あるんか。加古園の方に補充しとこうかな。まあ補充言ったら、まあ3000ね、陳留から洛陽に移動中ことと同じような感じになるんだよね。瞬時だからね。まあ洛陽を完璧に強くしておくのも手だと思うが、どっちみちまだ攻めるつもりはないから、これでもいいかな。で、人材もね、しっかりと。行くか。で、報奨。感謝いたす。ちょっと待って、追放。感染。あ、いた。貴様いた。そんな殺生な。よし、これでよかろうって。
うまくいった。役立ちましょう。ケイ。まさか。報告いたします。よし。これで、ね、出陣。さあどうしようかな。そうそうしばらくここにいるわけにはいかん。うん、なぜなら内政するとき金が全然ないようになるから。こいつ、まあ、そうね、こうまとめて出陣させて、まあ一応2部隊ここな。我に続け。で内政都市で訓練を、まあ女皇とひっくり返さなくてもよかろう。うん、やるとしよう。で地域、商業、まあそうそうどうすっかな。ここでいっか。で商業、まああとは農業でいいのかな。農業、政治知略商業ね。こいつなんだ、病気なってるね。よし、こんな感じ。あ、命令書か。こいつなしだ。
こでいいやろ。うん、心得ました。よし、まあそうね、頃合いとしてはね、呂布攻める頃合いとしては、まあ炎章がね、まあなんか炎章のね、あの勢力の拡大、まあ度合いというか、うん、拡大スピードの拡大の状況もね、うん、見ながらだけど、うん、拡大してから南下では遅いんだよね。拡大してから南下して、ダメージ受けて攻めるっていうのは遅いんだよね、おそらく、うん、まあある程度ここ占領してないのにこの南下してくれるのを願いたい、うん、まあこいつが、要するにまあこいつがでっかくならないうちに両夫は滅ぼしたいというイメージですな。さてここでお前一人はこっち側占領しろ。で兵糧はいくつある？2万か。2万ではまあ2部隊が精一杯でしょう。で3000の9万ね。よし戻れ。いかがした？かしこまった。でこいつは何用か？一切承知。うん、よし、これ地域開示されたのかな。これね、勢力で、あーそっか、炎術に対して、ちょっと待て、じゃあ今両夫とも同盟してたの、もしかして。そんなことないよな、両夫と炎術手組んでたもんね、おそらく。じゃあさ、呂布攻めるチャンスだったのか。聞いてください。ここはね、兵糧貯めておこう。まあこの相場の見方ちょっとよくわかんないな。あ、ちょ待って。30って安いんやろ。30って安いよね。100いくつがマックス？まあならんと思うけど、100がマックスか。だとしたら30って安いよね、うん、まあ50ぐらいがいい感じなんでしょう。まあ今買うべきじゃないよね、おったらね。あ、これ賊と争ってんのか。よし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 、うん、まあまあまあ現状維持かな。こっちが29,000。うん、
理学の聴取隊の士気を下げる。まあそれはいいでしょう。で人事、出立いたします。リゲン、ちょっと待って、リゲン、理学なら来てくれねえかな。計略かけてやろうかな。いやお前で大丈夫かよ。いやせめてこっちだろ。あ、これは OK ね。よし。で、動きは大丈夫か。これちょっとやばそうやな。まあ、あれか。炎症に、まあ、解除されたのを取りに行く感じか。じゃあ大丈夫だ。両夫ね、本当もう、両夫滅ぼしたいんだよね。炎症でかくなる前に。だから、ちょっとほんと戦闘してほしい。こう劉備か誰でもいいから。だがな、劉備とやらずに俺の方ばっか来るんだよな、ここね。特にそれが納得いかんって。お前どこ行ってんの。うん、ここでいいのか。うん、よし、よかろう。マジで役に立とう。リゲンはちょっとね、ちょっと何回かトライしよう。で勢力でっかくなったら、あっちからね同盟パンパン結んできてくれる可能性が増えるよね。だから、うん、いや両夫の1万7000はきついな。いや、リゲンなんだ、忠誠上がったの、もしかして。出立いたします。7000。ちょっと待って、これさ8000ぐらいなかった？なんで2000になってんの。内政はあれだろ。あ、そうそう、ここにいるんだ。だからか、俺てっきりまだここにいるもんだと思ってた。あ、ミスった。そうか、ならば輸送じゃ。まあ兵もね5000ぐらい持ってっとけ。
で金が5000、まあ兵糧こんな感じでいいわ。では参ります。よし、情けない。ふう、頼むぞ。よし、報告いたします。うむ、ご占領しろ。かしこまった。よし、こんな感じでいいかなと。使者が到着しました。よかろ。報告いたします。なんだこの両夫の沈黙は。劉備行けよ、劉備行けよ、おい、劉備に行けよ。でこれはどうなってる？族か。よーし。こうで、これがこうで、お前はな、戻れ。戻った方がいいかな、わからん。ちょっと、こ、米買い時じゃないこれ。10で80来るんやろ。めっちゃ買い時じゃないこれ。どうということはない。宝石、これ欲しい。リゲンどこ行ったんだろう。
参ります。おお、3000か。まあでも5000もうすぐ入ってくるから、頼む。え、お、俺を聞いてください。ちょっと待って。お前かどっちか戻れって言わなかった。お前戻れって言わなかった。俺。いかがした。いかがしたじゃねえだろ。戻るって言わなかったかな。まだいっかって俺やったか。まあいいわ、戻れ。命令で。お前がこっち占領して。うむ。お前が戻れ。ここに。わかり申した。これは800っていいのかな。金入ってくるかな。吉報をお持ちしました。さあこれでまだかな、まだかなっていうか、今円を取っても、うん、少しの兵力さえ残っていれば円は取りに来るような勢力はいなかろう。じゃあ円は今取るべきか。へえ、でもうん、法政とか利元って消化付金上がっちゃってんのかな、忠誠度がね。いないもんな。感謝だ。それにしても両夫動かんね。おお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 お
いやー、ちょっと400。怖い。行ってみよう。残り少ねえ。ちょっと待って、ここだけでいいわ。で、お前がな、お前はここだけでいいかな。ちょっと待て、テイクはちょっと35日、まあまあ一時ここでちょっと集合するか。これでここ占領しろ。全力を尽くせ。多分混んでしょう。7000もいるから。報告いたします。ここまだあれか。何用か。ならこっちも行っとけ。かしこまった。よし。でちゅかな。これは今あっち行ってんだね。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。